向かって左より、ハインツ・ハーバー、ベルナー・ホン・ブラウン、ウィリー・レイ1954年7月、ウィリー・レイは、ドイツ系アメリカ人の著作家。ドイツとアメリカで、ロケット工学と宇宙飛行の大衆化に寄与した。ドイツ語風の発音に準じたビリー・ライという表記も、見られる。レイは、ベルリンで生まれ、古生物学者になるため勉強していたが、ヘルマン・オーベルトの著作。 ダイ・ラケテズ・デン・プラナティン・ラウマンを読んだ後、宇宙飛行に対する関心を持った。彼はすぐに、ダイ・フェールト・イン・デン・ベルト・ラウムという、彼自身の本を1926年に出版した。1927年、彼は、ドイツのアマチュアロケットグループ、宇宙旅行協会のメンバーとなり、その定期観光物、ダイ・ラケテに広範囲にわたる寄候をした。彼はまた、オーベルトと共に、 フリッツ・ラング監督の映画、ガチ世界の女の顧問も務めた。1933年、VFR は、軍隊が彼らの活動に寄せた関心についての、会員同士の論争のうちに解散した。1935年、レイは、ナチ政権下のドイツを去り、アメリカ合衆国に移住した。そして1944年に帰化した。彼は、平な文章で、宇宙飛行について、 広範囲にわたって書き続けた。彼の著書、ロケッツ、ザ・フューチャー・オブ・トラベル・ビヨンド・ザ・ストラタ・スフィアは、VFR における初期のロケットと、より未来的な、エンパイア・ステート・ビルディングの1、3の高さの3段式ロケットを用い、月まで到達する計画について記述している。低高さへの推定が非常に優れていたことは、20年後に、 設計されたサターン V ロケットにより証明された。1950年代から60年代の彼の宇宙の征服、ザ・コンクエスト・オブ・ザ・ムーン、ビヨンド・ザ・ソーラーシステム等の作品は大衆科学の古典と考えられている。彼の本、ロケッツ、ミサイルズスペーストラベルはアメリカ合衆国の政作立案者に宇宙飛行に関する非技術的な情報を提供した。 米国会員の科学技術開発専任委員会の研究報告書ザ・スペース・ハンドブックアストラノーティックスイッツ・アプリケーションズに引用されている。彼はまた子供のための SF 小説とテレビのシリーズトム・コーベット、スペース・カデット、そして1959年公開のアニメ映画ザ・スペース・エクスプローラーズの科学顧問を務めた。例は ロケット工学とそれに関連したテーマの本で最も知られていたが、動物についても何冊か著書を残している。中でも有名なものは、エキゾチックゼウロジーである。これは、彼の以前の著作の何冊かをまとめたもので、イエティやシーサーアッペンと残存する恐竜の報告などを論じた未確認動物学へのいくつかの関心を示した一冊である。本の最初の章、ミスは、 伝説の生物のいくつかが実在の動物に基づくかもしれないという可能性を考察している。例は人類が月面への最初の一歩を刻むちょうど1ヶ月前にクイーンズク・ジャクソンハイツで亡くなった。月の裏側の霊クレーターは彼の功績を称え名付けられた。ありがとうございます。